皆さんこんばんは。ゆうさん入ってない。こんばんは。はい、OK。さあ、ここからはゲーム9。ゲーム9。ロイヤルデマギバ VS レッドカニッツの試合の模様をお届けいたします。改めまして、実況活動の解説はリルベルさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、本日長丁場ということで、最後の試合がようやくやってきたわけですが、本当にね、皆さんありがとうございます。長時間見ていただきまして。1日9試合はなかなかないですからね。そうですね、その LJL もやっぱりその1日4試合という運びになり、まあ、あっても BO5 の5戦目までそうですねということだったので、すごい長い時間やってたんだなって。なんかこれでも選手も、まあ、グループが違うのであれではありますが、特にグループ C ですか、まあ、連戦連戦で本当に大変だったでしょうね。レッドカニッツもどうでしょうね、ここまで、まあ、ある程度やっぱり待ってたというところで、結構集中力高めることもできるんですけど、逆に切れてしまうこともあるので、待っている時間で、そこがどうなるかですね。 RNG としても3戦連戦ということにはなるんですが、まあ、レッドカニッツここでロイヤルネバーギブアップに勝ってさえすれば PSG とのタイブレークがあるんですよ。そうなんですよ、はい、そうすれば2位抜けの可能性が出てくるというところで、レッドガニッツとしては本当に本当に強いんですが、この RNG になんとかして1勝取っていきたいところです。ただ正直、何をどうすればこのチームに勝てるのっていうのは本当にイメージが湧かないですね。難しいですね。シャオフやばいっていうので結構、前半戦は見てたんですが、だんだんとやばいのはガラなんじゃないか。そうですね、ガラ3番使って抑え込めたら御の字な気がしてきましたけどね。まあ抑え込めませんでしたけどね。そうなんですよ。はい、おールブラン、ガングプラン、クルシアン、ウーコンということは、カイサなりエズなりも、まあ、何相手ももうまずいのでどうしようもないのかなというところもありますが、そうですね、それよりもまあ現実的な方を優先するのであれば、やはりシャオフのアーリっていうところはなかなかこう対応しづらいチャンピオンですから、そうですね、そのもうどうしようもないところを消していくしかないんですが、おアーリを RNG がバファーストピックでより優先したいチャンピオンがある、なんかありそうですね。それこそカリッサですか、もしくは空いたらエズ。ただエズ、おそらくガラからしても取られても問題ない、そうですね、取ったら強いよっていう、もうなんかかなりポケットピックに近いような存在になってると思うんですよね。まあ、だからこそドラフトで空いてると面倒なんですよね。そうなんですよ。あ、ガリオをバンしてシャオフターゲット、ファーストピック、何を取る、グエン入ってますね。ああグエンなんですね。ちょっと警戒が必要なチャンピオンが多すぎますね。このグエンも結局ビンとしては取ってもいいし取られてもジャックスでしょ。いやはや、まあ、本当に一流の選手っていうのは強力な選択肢を持っていて、とはいえそれが相手に渡ったとしても対抗策まで持っていると。さあリーシン、まあ、イージスの動かせるチャンピオンから取っていく、ここはもうマストで必要ですね。まあ、レッドカニッツは今シーズンゆっくりとした試合展開を好むっていうのが国内戦だったんですが、この MSI に向けて、まあ、本来の以前の形である速い展開っていうのにトライしますし、何もなんかそれがしっくりきているという感じもしますよね。うん、やっぱりこうイージスがゲームのテンポを取れてるなって時が勝ててる試合ですね。そうですね。あセカンドピック、レオナ、ちょっとやっぱ普通はここでマークスマンの方が出やすいんですが、ちょっとガラのピック見ずにっていうのは怖いですか。そうなってますね。エズも空いてますし、ね、先出ししたくないっていう方があるかもしれないですね。さあ返しはグレイブス。さあもうウィンレーンから荒らすぞというところが見えている。ちょっと待ってくれ、ルルもあるかと思いましたが、んグラガス、グラガス、グラガス、レオナに対しては確かにカウンター要素が強いんですが、ただ攻撃的な選択肢ではないので、エディキャリアを守ることにかなり特化しているチャンピオンなんですね。となると守られたいエディキャリアを使いたい。
何入れてきますかね。ここまずレッドカニッツがこれをどう受け止めてこの後バン進めるかですよ。そうですね、エディ・ケリー2体バンできるので、あーでもここでツイセトエイト取ったとなるとサイラスは消したいですよね。あーでライズも消すとなるとその2体で終わりですか。あーエディ・ケリーのところに使うバンはないですか。ただこれでジャングルリーシンなのでミトのコントロール取れるのであれば非常に大きなドラフトになりますね。シャオフに何が残るかですね。一般的にツイステッドヒートのカウンターに値する、まあ、アルティメットを持っているようなチャンピオンは、まあ、消せるのかなと思いますが。そうですね、まあ、サイラス1ですかね。今の方すごくいいメッセージでしたね、全てのチームが楽しめるようにと。あ、帰ってましたか。エズリアル、それともエズリアル、サイラス悪。まあ一応は1対1であれば主導権ツイステッドフェイト側が取れるので、まあ、先に使用アルティメットを使用してのサイドアクションっていうのを行えると、決して不利なマッチアップではないんですが、怖いところとしてはガンクセットアップが非常に強力というところで、キル取られるフラッシュ落ちるってなるとその主導権が奪われる形になりますね。そしてチータンの得意チャンピオンは消してくる、そこからもなんかこう守っていく ADC なのかなっていう感じがちょっと。何をピックしようとしてるんですかね。何か試しですか。おお、ダリウスだ。 TF の飛び先として明確な強力なサイドレーを一つ用意しましたね。やっぱもうビンにはこれぐらい必要なんですね。いや必要なんでしょうね。ガレンが出てきてダリウスが出てきて、もういわゆるレーン番長で行くしかないんですねっていうことなんだと思いますね。おっとタムケンはちょっとおかしいですよ。ミッドグラガス、ミッドグラガス、ミッドグラガスですね。ミッドグラガス、そしてボットレーンはセナ・タムケン、ミッドグラガスですね。これおそらく一瞬ジャングルグラガスでミッドグレイブスっていうのも考えましたが、そしてラストピック雲、面白いタリックが出てきました。なんかそんなわけはないですよね、さすがに。びっくりしましたね。時間いっぱいちょっと消えたかなと思ったんですけど、ザヤになりましたね。ギリギリのところで。今どう並び替えてもレオナが収まらないよなと。ちょっと待ってください。ミッドグエン？あ？また？また？ん？ジリツーがやったからってことですか？なんですか？キャップスにできるなら俺もできるってことですか？確かにさっきあの実の試合強かったですよね。ちなみにダリウスがまあ見えているというポイントが一つある。いやただダリウスに対してまあグエンが厳しいのは間違いないですが、じゃあグラガスだったらなんとかなるのかってこれも厳しいですよ。そうですね、基本的にやっぱりその近づいてしまってインファイトになるとダリウスが強い。そうですね。ああそれでもそれでいくんですね。ん？表示上だけだと思うんですけど、今最後いい実がザヤでしたよね。さすがにさすがに表示のみだと思いますが、チータンリーシンはマイブリンクすりゃいいって話じゃないですよ。どうでしょう、これ間に合ったんですかね。まあまあまあ、まあ表情を見てもそんなに慌てた感じもしないので、まあ、チャンピオンは確定だと思います。はい、大丈夫だと思います、ね、それを前提に話を進めていきましょうか。まあ、トップレーンのところでは明確にダリウスが有利なマッチアップで、ジャングルの主導権を持っている中でトゥイステッドフェイトがそこに眼光を入れているダイブも行えるというふうになってますが、気になるのがこのグエに対してもちゃんと行っていけるのかという部分で、対レンジはグエンは本当にオタタックでスタック貯めた状態でこう QE でハラスをするっていうことが通れば体力より取れるんですね。であとはゴールドカードからのガンクもしくはダメージトレードに対してはグエンは W で対応していくっていうところで、 G2 はそれをかなりうまくやっていたなっていう印象でしたよね。確かソロキルもしましたね。しましたね、それぐらいやっぱりこのグエン強い。
まあ、あとマッチアップ経験どのぐらいあるんだっていうのもちょっと気になりますよね。確かにミッドでツイセタイト出して目の前にグエンが来ることなんてない。じゃあ、まあ、キャップスもそうでしたけど、はい、世界トップクラスのプレイヤーとってなるとまたちょっと変わってきますからね。そうですね。しかもその準備しているのがそのグエンをやっている側ですから。ただこれ本当に準備してたのかっていうのもありますよね。グエン触ったことないとかありえないと思うんですけど、まあ今回に関してはその今後も見据えた上でちょっとシャオフがさっき言ったようにキャプスやったんだろう、俺もやってたんですね、うん、っていうところから来てる可能性も十分考えられますよね。あ、そして情報来ましたね。やはりその最後のトレードのところでちょっと不具合があったというところですので、部屋を作り直して同じバンピックで、進めるということですので、まあ、ちょっと時間がかかりそうですね。そうですね、うん、ただ問題なく、チータンがザヤで、イジスが、リーシーになりそうです。ボットレーンのマッチアップがザヤ・レオナに対してセナタムケンチ、そうですね、まあ、タムケンに対しての対策って大きく2通りあって、オールインが強い構成、うん、デュオっていうのを組んで腰掛けていてタムケンを落としてしまうっていうパターンと、あとはこうどうしてもこのタムケンがメレーなにもかかわらずラストウッド取らなければいけないわけじゃないですか。断食セナですからね。なのでそこに対してポークを入れることによってこうタムケンがレーニングできない状態を作り上げよう、まあ、一応タム、セナのサステインはあるんですけど、それでも足りないぐらいポークを入れていこうと2通りあるんですが、今回ちょっとどっちでもないんですよね。ザヤ多少ポーク性能はある、ただレオナはオールインっていうところで、うん、やっぱやるんだったら両方できないと。そうですね、ある程度寄せないとどちらも中途半端っていう風にはなってしまいますね。まあ、そう考えると、まあ下手にオールインしたとしても耐え切られた上でこう撮影にじわじわ返されながら、あとは背中のサッカー溜まってしまいますよね。ある程度はまあ最初はプッシュだけ取れるかもしれませんが、やっぱりファーストリコール後あたりからはセナタムの方が徐々に有利になっていくのかなっていうマッチアップですね。仮にこうザヤがエアリー持っててたとしても厳しいですか。だけだとやっぱり足りないと思いますね。あ、足りない。で序盤のその Q のポークっていうのが直されてるんですよ。これ以前までの、競技パッチであればある程度それでも足りるのかなっていう感じはしましたが、そうなると、あ、まあ、セナとしてはレオナが殴れれば、まあ、霧の回収もできますし、そうですね、イーブンでこうファームを進めていけばいいみたいな、まあ、RNG が果たしてそれで満足するのかは分かりませんが、そうですね、今のはあくまでも一般論なので、はい、ちょっとこの RNG に関しては常に覆されてきてますからね。レベル1のジャングル位置どうでしょう。まあ、レッドカリッツとしてはボットスタート、うん、トップサイドへのアクションを考える。探りはお互い入れますかね。RNG は入れたいですよね。まあボットレーンからだろうっていうのはある程度予想はつきますが、それでも確定させるっていうのと、なんだったらカウンタージャングルってちょっと考えたんですが、はい、ただ DC 相手は 1v1 もそこまで有利ではない上に、うん、ミッドレーングエン、まあ、後出し出したとはいえさすがにレンジ相手の TF ですからね、ちょっとリスク高いような気がしますね。バンクもどこを狙うか、基本的にやっぱりこうツイステッドフェイトがいると、まあ、ゴールドカードがフラッシュインから簡単に決められるであったりとかっていう、本来決めやすいレーンなんですが、やっぱりグエンのその聖なる気もあり、そうですね、なかなか難しいでしょうね。リーシーもこうワードブリンクからちょっと入っていかないと Q で狙ってしまうと使ってしまいますからね。そうですね、なるとやっぱりゴールドカード先入れたいんですが、それもやっぱり、うん、まあ、ダメージトレードでどの程度使ってくれるかですよね。そうですね、1対1のところで、これが使ってくれるのであれば使わせてガンクする、もしくは使わせてガンクを警戒させてプッシュを受け取ると。そういう意味だとこのイージスの位置がバレてしまうと厳しくなってきますね。シャオフが多分聖なる気使いながらめちゃくちゃ強気にいきますよね。RNG としては当然グレイブスを使用しながらその相手の位置をトラッキングしに行く、探しに行くっていうアクションを狙ってくるでしょうね。トップで主導権このダリアスで取れるといいんですけどね。取れるはずなんですけどね。基本的にやっぱりミニオンに触れる立ち位置っていうのをグラガスが取りづらくなるはず。そうなんですよ。でグラガスはサステインのあるファイターが苦手なんですよね。
はい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 、代表的なのがエイトロックスなんですけど、うん、こうグラカスの特徴としてはレンジタイプの柔らかいチャンピオンに対してはこう AP 気味にいって体力有利でレーンする。でタンク系等に関してはこちらもタンクにしてレーンを持たせていくっていうのが特徴のチャンピオンなんですけど、やっぱりサステインがあってダメージ処理でもそこそこできるってなると、ポークしても回復されるしオールインでも勝てないしっていうところで、まあ、それはダリウスも該当しているのかなというふうに思いますね。ここは一つ主軸ですかね。そうなるとそうですね、逆にダリウスが何か起こって序盤こけてしまうってなるとかなり苦しくなりますね。おや、どうやらまた少し不具合があるのかもということで調査中のようですね。バンピックは正常に終わっているんですが、今ゲームでインゲーム中にポーズになっているようです。ちょっとルーンの確認が行われているということのようですが、さあどうでしょう。もしかするともう一度となるとまたちょっと皆さんお待たせすることになるかなと思いますが、そろそろ23時を回りそうですか。本当に長丁場でしたね。まあ本来であればタイブレイクを想定して少し早めなので、はい、一応はそういう意味ではギリギリ想定されているスケジュールっていう感じはしますが、そうですね、最大今日11試合でしたね。でしたね。はい、ちょっとオーダーは叶いませんでしたね。やはりメジャーリージョン1地域強かった。強かった、各国やっぱり強いですね。強いですね。まあ、ただ本当にいろいろなやられ方をしたっていうところはあると思うので、一つ一つ対策しながら吸収して自分たちができるようになる、ワールズ帰ってくるっていうところを目指して頑張っていってほしいですね。いや、やっぱりその、ね、今回やっぱ MSI でその LJL の代表チーム以外にもともと見知った選手がいるっていうのはなかなかなかったので、やっぱりコーパラ見れるっていうのはすごく嬉しかったですから。そうですね、まあ、夏どうなるか分かりませんが、できればまた見たいですね。はい、ワールズで会いたいですね。ちょっと裏でも話してたことですが、はい、これ、まあ、毎年そうなんですが LPL と LCK どっちが強いのっていうのがどれだけ試合を見ても直接対決が来るまで分かんないんですよね。そうですね、ただなんか下馬評だけだと T1 優勢なんじゃないかっていう話があったんですけど、ここ始まってみると分かんないですね。勝ち方の圧倒的ぶりで言うと RNG なんじゃないのっていうのもありますからね。さあそれでは皆様大変お待たせいたしました。お待たせいたしました。どうやら始まったようです。 MSI2022 グループステージ Day5 ゲーム9、ロイヤルネバーギブアップ VS レッドカニッツの試合スタートです。レッドカニッツ勝利できれば明日 PSG タロンとのタイブレイクが行われる重要な試合です。トップサイド動きましたがワードは起きませんでしたね。そうなんですね、この動きするときだいたいワードを刺して1対1をより有利にしていくと、物資をまあ活用しやすくするわけです、ね、もしくは相手に活用できないようにするというパターンもありますね、うん、今回行いませんでしたね。お、そしてビームは水星です。やっぱりインファイトはちょっと厳しいと。うーん、お、ん、ガナがタムケンチ、このパターン今日2度目ですね。ちょっとチータンイージスの方が気になりすぎてそっちを見てたんですが、お、というかチータンもエアリーではなくヘイルブレードですね。へえ、瞬間火力上げますか。さあこのギーゴのダリウスが一つ決め手となるか。レッドカニッツ、まあ、序盤はいいダメージ入りますね。これに対して、まあ、ダリウスがどの程度的確に Q の外側を当ててサステインしていくのかっていうところが、まあ、まず重要になるマッチアップですね。トップレーン、うわ、レベル2先行シャオフですか。そしてやはりプレッシャーかけてきますね、シャオフ。いや、レンジの管理がもともとというか、いやいや、
トップレーンやってたプレイヤーなんですよ、シャオフ。そうでした。ミッドからトップへ、トップからミッドへ帰ってきたプレイヤーなので、なかなかいないですよね。こういった間合い管理、プレッシャーのかけ方、あとはグエンの使い方っていうところもお手の物ですね。おっと。ギーゴもスキルが返せればサステイン戻せるんですが、ここは一方的なトレードになった。そしてここにウェイが参戦してくるぞ。2分50秒。あ、50秒。早いガンク。警戒はできてましたね、しっかりとワードとして。ワードがありましたね。イージスもここで勝ってはいきますが、トップサイドいかないか。スクライブルームにウェイは移らなかった。そしてやってきたゴースト発動から逃げられるか。ミナシロのサステインしながらウェイ回り込んで、エンドラインの往復は当たりませんでした。フラッシュは温存できています。イージスここに参戦してくる。ワードで見られているぞ。テレポートはないのでギーゴは戻ってきませんが、あー、ブシローにやってくればバースト狙ってましたか。おお、そしてジョジョがこの位置。シャオフはただし気づいている。レッドカリッツのボトル面白いですよね。毎回この4ウェーブ目ですかね、押し切ったタイミングでリコールをして、ええ、別に必要があるわけではないんですが、早めにリコールをとりあえずして、で徐々にワンタ一度そのロームタイミング作る。でチャンピオンにもよりますが、カルを購入すると、うん、やっぱこのチータンとそのジョジョの独特なレーニングですよね。ですね。そしてゼニスブレード、ガラに届いているぞ。さらにブレードコーラーからスネアが決まって、ガラ身動きできない。ファーストブラッド獲得はジョジョ。チータンの思い切ってフラッシュキル判断見事でしたね。一瞬でも遅れるとフラッシュで反応されて捕まえられないんですが、こちらもギーゴビンを捕まえた。コントロールワードを置いてしまいましたが、そのまま殴り切って、今ビンあえて前ステップすることによって外側で歯を受けませんでしたよ。冷静ですね。フィジカルが本当に高いですね。さあウェイこの位置、ガラが戻ってくる。ワードはたっぷり置いてあります。トリンケット破壊をしながら最後の方よ、ギリギリ避けだったら移動速度を上げながら攻めてくるカーモグリ。あー、移動先逃げ先を封じられてしまった。これはチータンロングステイでしょうか。キルはゆっくりと、あ、ウェイが飛ぶんですね。ウェイに渡しましたね。おっと、おっと、トップレーン、なんとソロキルはビン。クレブさんもやってきますが引いていく。一度早いガンクで、ええ、レベル差ですかね、リコールタイミングを作ってもらったっていうのがありましたが、レベルは5対4。このマッチアップでソロキルが生まれるんですか。生まれちゃいましたね。生まれちゃいました。ですね、これはプランが崩れましたね。これだけでまあトップどうしようもなくなるってことはないと思いますが、まあ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 、それはそうですが、かなり難しくなったのは間違いないですね。でこの後今テレポート残してましたよね。そうですね、最初のリコールタイミングが味方にプッシュしてもらって綺麗に帰れているので、まあ、リカバリーも効くし何かアクション使ってもいいしっていうところでちょっと怖いですね。本当にフィジカルモンスターですね。そうですね、細かい部分やっぱり最初盤のレニンから見ても相手に捕まらないようにできるだけ Q も受けないようにしながらグラガスの Q は的確に返していく、当てていくっていうところで、まあ、今のシーンもおそらく体力有利をそれで作った上でキルラインだという判断から入っていたんでしょうね。現在少しゲームポーズの方入っております。理由の方については現在調査中ということで、情報入りましたらお伝えできればなと思いますが、ちょっと細かくゲームが中断されているので、まあ、会場の方はノリノリですが、選手は集中力切らさないといいですね。はい、イールさんも一緒に揺れてますが、まあ、久々のねオフラインお客さん入れるというところで楽しんでくださっているようですね。いいですね、大会観戦なんていうんですかね、観客としてもちょっと
久々にしたいですけどね。そうですね。さあ再開までまだかかりそうでしょうか。現状ちょっとその、まあ、まだねゴールド差とかそういうところに触れる時間帯ではなかったので話はしてこなかったんですが、ちょっと気になるキル発生がトップレーン、ボットレーンではまあ1キル返されはしたものの、それでもまあ取ってもいるというところで決して悪くはないのかなという感じですが、あとはグエンがこれレベル6以降キルラインがぐっと上がってくるじゃないですか。それに対してこうトゥセトメで動くチャンスどれだけ作れるのかっていうところもポイントになってきますよね。本来はトップですよね。そうですね、トップレーンにつなげたいですね。どうでしょう、ある程度グウェンに対してレーンコントロール取れていなくてもやらなければいけないでしょうか。まあそうですね、特にソロキルされてしまったので一人で状況を打開していくっていうのがより難易度高くなっている中で、できればミッドのリソースっていうのは入れたいですよね。もともとのプランとしてもティステフェイト取っているというところでそこを考えているでしょうし、リーシンがイージスがミッドレーンに介入して動けるようにするっていうのも方法としてあるじゃないですか、はい、そういうのはどうですか。だ怖いのがカウンタージャン、あ、カウンターガンクされた際にグエン強いんですよね。でグレイブスもバーストで合わせられるというところありますから、この2対2で勝てるのか。あ、いやちょっとツイセットフェイトはやっぱりそのなんていうんでしょうね、パワーがあるタイプではない。そう、ガンクを成功させる能力が高いんですけど、はい、ただそれが2対2ってなった時にそれでも強いかって言われると決して強い部類ではないんですよね。やっぱりそう、2対2になる前に1人落としきっておけばいいですけれども。そうなんですよ、2対2にもつれ込んでしまうと結構厳しいイメージはありますね。逆に言うとグレイブスってガンクあまり強くない理由としてやっぱり CC があまりないというところではあるんですが、カウンターガンクであれば敵が入ってきてくれているのでもう最初から殴れる位置に来てくれているってことが多いですからね。お客さんにもレッドカーニッツ応援してくださる方いらっしゃるようですね。ちょっとあのハングルだったので全部読みませんでした。レッドと書いてあったので。そうですね、はい、さあポーズ中ですからね、まあ、審判との会話以外はおしゃべり勝手にしちゃいけませんよということになってますから、選手としてはこう集中力切らさないようにしながら待っていくしかないわけですね。まあ、黙々とゲームのことを考えながら、まあ、ここで考えていた内容をゲーム再開してから喋るのは問題ないので。そうですね。さあ、まもなくどうやらゲーム再開しそうだということで情報入ってまいりました。ロイヤルネバーギブアップとしては、まあ、G2 があのグループ2敗でナンバーステージ進みましたから、自分たちもじゃあやってやろうというのをこのミッドグエンであったりですとか、まあ、そしてチームとしてもなんかやろうとしてるのかなっていう雰囲気は、まあ、少なからず意識してるんだろうなっていうのは感じますよね。はい、そして今大会、まあ、かなりその面白いのは G2 もロイヤルネバーギブアップも、そして、もう一つのグループでも1位抜けがしそうな T1 であったりですよ。この3つのメジャーリーグの1地域がどれも優勝経験あるんですよね、明細の。そうなんですよ。で現状全てのチームが無敗で進んでいるっていうところで、まあ下馬評通り強いんだなっていうのはもう間違いないですね。お待たせしました、ゲームの方再開したようです。さあ先ほどのキルがあって、まあ、トップサイドにカバーに行ったんですが、まあ、グレブさん戻ったというところですね。リプレイから何があったのかですね。ああいいよ、まあよけ、ただこれグラガスもいいのスキルなくなっているので、コバクかわされて見残しの王のマナが少しないっていうところでですね。あ、レベル先行した。あーなるほど、Q 当ててキルライン、ミニオンが前の前にいるのでフラッシュで位置を入れ替えてと。いや、そして
ブラストコーンとボディスラムで入ってくる。赤引き。ほこり出て前に引き寄せる。捕獲当たったが、キルはビン。フラッシュをなく失ってのデスなので、これはかなり痛いですね。イージスドラゴン触っているが、これどうだ、バレるぞ。ジョジョがカバーに来ているがバレた。ワードブリンク逃げるが、最後の抱擁ジョジョ捉えた。川潜りのフックアップ。チータンはここにオートアタックかけていて、ディスニーからゲート飛んでくるが、んブルーカードだった。それでもキルには届いたぞ。ただシャオフーが聖なるキルを展開しながら前へ前へ体を出していく。針仕事は3人当たっているか。最後の抱擁チータンに当てて、ウェイもここにかけてきている。グレーブスはゴールドカードは引けていますが、シャオフーはタワー下、ミニオンがいるのでタワーに攻撃されない。コラテラルダメージとミンがダメージ合わせることによって1キル獲得。そしてシャオフー逃げていたはずなのに、いつの間にか囲い込む体勢になっている。ミニ押し込んでスキップスラッシュから聖なる木に引きつけつつ、ウェイフラッシュイン、オートアタック、オートアタック、ミンも合わせて、あっという間。ジョジョは復活していますが、これで4キル。ロイヤルネバーギブアップ。まあ少数戦、集団戦になるとこの時間帯全然パースパイクではないんですが、それでもグエンパワーありましたね。ありましたね。ドラゴン勝っていて体力が削れていたっていうところで、まあ、人数有利、体力有利の状況からでの仕掛けでしたが、まずビットドップの出資動機やっぱ取ってるんですね、シャオフが。うん、途中からアグロを引き受けて前に前に出ながら、ここで横に2人ですか、一応2人当てに行くっていうところ。あとは、まあ、ミニオンがいるのでこれ逃げるのかなと思ったんですが、状況はかなり良くなったのですぐさま囲い込みの形を取って、ここも囲い込みが完成してしまうと3対2でこの体力状況なので、なんとかその前にこう突破しようと仕掛けてはいくんですが、しっかりと W で相手のリソースを削りながら迎え撃っていきましたね。ガラは落としていたので14トレードですね。いやー、ギープコがちょっとレーンから弾け出されるような、しっかり取ろうとしていたんですが、それをスクライブルにすぐさまカットされた。コントロールワードもシャウフに壊されていく。そしてヘラルドに触る、これは手出しができないでしょう。おっと、最後の方よ、当たったぞ。アジミも当たって、ガラレベル6、ミンはレベル5。先ほどの集団戦のこれミッドレーンの主導権はもう完全に RNG、 ボットレーンも RNG が抑え始めましたね。抑え始めましたね。チータンレベル6には早めになりたい。それだけでもやはり一ついなせるという強さが出てきますが、維持、それでも視界を取って、まあ、相手がヘラルドコール出ましたから、ドラゴンを抑えなくてはいけないと触っているが、ちょっと怖いぞ。おっと、レーン攻めていく、これがキルラインになる。もともとトップレーラーだけあって、キルラインの見極めも正確ですね。この短いミッドトレーンでよく倒しきりますね。そうなんですよ、まあ、やっぱある程度時間はかかる、チャンピオン相手を倒すまでなので、レーンの長さっていうのが基本的には必要だと思うんですが、マナも少なかったのでちょっとどうかなと思ったんですが、取ってきましたね。ドラゴンはレッドカニッツが抑えました。いや、イージスの位置がバレている。コントロールワードを置いて見られていることには気づきました。ギーゴプレートスチールキャップなんですよね。なんですね。グラガスよりもウェイを警戒、ウェイを警戒っていうことになりますよね。ただビン警戒した方がいいんじゃないかってぐらいダメージ連で出してますけどね。さあ、ミッドにテレポートはシャオフ、イージスコに寄ってきて、ミンが離れ離れになっているところ、竜の怒りから Q 当たった。最後の抱擁当たっているのですぐに捉えられますが、ドーニングショットを使ってもここは仕留め切っていきたい。デスティニー使って位置をしっかり確認しながら、イージスがこれはソロキルになりました。ショットダウン入ったのはかなり大きいですね。そうですね。
さあ捕獲捕まえたぞ。ここの1対1ですが、レベル差も装備差もあるといったところ、ちょっと苦しいか。もう捕まえてもダメージ処理と勝てなくなってきてますね。さあそして最も危険なのはこのシャウフになってくるんでしょうか。現在301、賞金400ゴールドかかっている。1対1でタワープレート強引に取ってくる。ただかなり体力削れたぞと見て、ゴールドカードを引く前にどれだけ削ってくるんだ。これもう萎縮完成しているので、はい、マーサー凄まじいことやってますね。凄まじいです。おっとギゴ、これはゴースト使って逃げる判断。後ろからミントウェイがかけてきている。ヘラルドも持っているぞ。ギゴ倒した、戻りたいが3人いるのが分かった。イージスが寄ってくる。グレブサーテレポートはありますが、ヘラルドを召喚された。テレポート使います。ジョジョはミッドレーン。ヘラルドのタックルのゴールドはどうでしょうか。しっかり入りましたね。あー、そしておごりを使ってギーゴ引き寄せろとしたところにフラッシュで対応しましたが、瀕死の状況、帰らなければいけない。グレブサーがトップレーン対応しますが、どうでしょう。まだ来るぞ、ロイヤルネバーギブアップ見えていない。横から最後の方、よーギリギリ届いてはいない、届いてはいないが、ミンのスローが入ってタワーした。タワーを破壊しながらのバーストはイージスが駆けつけてきて何とか守れたか。竜の怒りは瓶かわしています。ノックアップは食らいません。トップのアウター破壊に成功。ロイヤルネバーギブアップ。 RNG 全連主導権持っている中でヘラルドどう使うんだろうなちょっと思ってたんですが、レッドカリッツとしてはこれトップレーンをなんとかガンク入れて逆転しに行くぐらいしかこう打開する場所がないんですよね。うん、その唯一の逆転ポイントっていうのを潰しに行きましたね。これアウタータワーがなくなるとかなり苦しいですね。苦しいですね。ガラが一人でボットタワーを守りつつ、まあ、プレート破壊されてはいるようですが破壊までは至りませんでした。いやシャオフ目の前にグレブスいる状態で2枚目壊してきましたね。まあ、先ほどのプレーを見ても体力4割からでも前に出てくれるのであればキルラインのようですからね。6000ゴールド、1600ゴールド差ぐらいですか。なんかついてましたね。ちょっと圧倒的ですね。1200に対してグレーブサー4600と、これは苦しい。ただビンが少し前に出たところ、イージス狙っていきたいがボディースラムで強襲をかわされた。スロー入るか、いやエバーフロストで対応。フラッシュは使いましたが、まあなんとしてもここから、おおおえ、んドーニングシャドウとウェイのオートアタックエンドラインですかね、ぶっ飛びましたね。チータン消えてしまった。ただシャオフは何としてもここは倒していきたい。3名で倒しきった。テレポートを使ってやってきたビンはおごりを使ってディスエンゲージ。ウェイが飛びついていく、イージス飛びついていって手前に蹴り落ちた。これは素晴らしい。ゴールドカード回せてシャットダウン、イージス獲得。ここは見せた。これは大きい。よくあそこでしっかり捕まえにいったイージス。あー、ただそれでもオブジェクトはやはり見逃さない。 RNG ボットのタワーが割れている。ドラゴンは重ねましょう。レッドカニッツ2スタック、まあ、今回ドラゴンの種類も優秀ですから、エクスクスラッシュか狙っているような立ち位置ですが、そうだギーゴとビンは睨み合っていますね。そのままレッドカニッツがドラゴン獲得になりました。ゴールド差はやはりアレンジしっかりと作ってはくるものの、2つ目のドラゴンまでレッドカニッツを抑えることができました。これレッドカニッツどうした、これここですよね、これフルヘルスですよね、やっぱり、はい、ドーニングシャドウ9ウォートアタック、あ、やっぱそうですね、のみ、はい、3つのスキルというか、まあ、3つの攻撃で落ちました。まずここの囲い込みは良かったですね。まあ、シャオフがこの立ち位置をやってくるの3回目でしたから狙ってましたね、チーム単位でも、これイージス切り返し良かったですね。良かったですね。こうグラガスチーム単位でこう狙っていたんですが、しっかりと寄ってくるウェイも見てましたね。これイージスなんなら今強襲を最後ビンに伸ばしていたので、そっちも狙ってましたか。はい、狙ってましたね。おっと
かなりのゴールドをイージスが獲得することができています。なんならファームオンウェイと追いついている。おったらグレブさん狙われるか、スローをかけられました。ここは引くことができている。ウェインも合流してきそうだ。シャオフがボットレーン、3人体制、ヘラルドも持っている。ここは守れないか。ジョージョもなんとか生き延びることはできそうですが、ミッドのアウターアタワー破壊に成功。ロイヤルネバーギブアップ。だからこう1対1が始まってロングレーンになってくると、サイドのシャオフを止めに来るプレイヤーがいないですね。そうですね、先ほど倒したの本当に今相当強きすぎるポジションでしたから。そうですね、そこを3人で CC ロックしてやっと落としたぐらいの感じ。おっといいです、これバレている。ガラのノックアップ、クラッタがワールドブリンクブラスト。こう、いや、ここは個人技見せましたね。綺麗ですね、ブリンク。あとはもう瞬間的なこうどう逃げるのかっていうところの判断が。さあ、そしてもう一度今度はジョジョと共に入りに行く。そこにいるのはシャオフーだ。ボットに向かってグレブサーがレーンをしている。ただチーターのリコールだ。パワー割り切れるでしょうか。残りわずか。シャオフ強気に立ち回っている。導入シャドウここに入ってきます。イージスが狙われている。ああ、ハリ仕事でそのまま落とされた。シャオフ3対1。いや、さすがに導入シャドウがあったが、それでも強い。ジョジョも逃げられないか。一瞬ソーラーフレアで動きは止めたが、ウェイも合流、倒しきった。そしてヘクスゲートを使ってミン、フラッシュイン、ゴールドカード、クレンズ解除でそのままキルにつなげていきます。これレッドカニッツとしてはシャオフがもういないところで何かアクションを起こすしかないですね。今のが反撃されてしまうんですね。うーん、こチーターも寄せるべきかどうかちょっとな考えるべきだったんでしょうか。あーっと丸のみだ。マニア3名、スモークスクリーンで視界を潰されながらウェイのキル。ウェイも凄まじいダメージ出ますね。いや、もう見てください、2コアで、なんならコレクターですからね。あーあーあーあああ、もう捕まったら一瞬ですね。おっ、そしてこれはシャオフ、チータンとシャオフの 1v1 になっていましたが、なんとかアルティメットを使ってチータン生き延びたが、その帰り道、寄っていたグレブサーを狙っていくのはビン。ジョジョがなんとか CC 当てながら味方を逃がそうとはしているが、そのジョジョ捕まったか。ブレードコーラー、スネアは入った。そのままキル獲得か。チータン、ここは素晴らしい。ソーラフレア、1人スタンになっている。ゼニスブレード届かせていって、ジョジョ体力がない中で CC 与えていきましたが、キル届かないか。フラッシュインウェイ、ただチータン生き残っている。ヘクスゲートがやってくるのはギーゴ。フラッシュイン、そしてアルティメットの草スキルチン。まずは1キル、さらにもう1キル、ダブルキル獲得。ギーゴ手すり展開から回り込んだ。ただ味方がちょっと遠いぞ。ゲートを使ってギーゴをやってこれるか。ゴールドカードを引いてトリンケットをお互い使っていきながら、ゴールドカードシャフになれた。ブッシュの中、ここはギーゴは体を前に出していく。ただすごいダメージだ。皆殺しの技って少し回復ができている。イーリス参戦する前にまずは1キルシャオフですが、聖なるキルの中しっかりとレンジ内に入ってイージスがとどめを刺しました。落ち着いてゴールドカードからキル獲得。シャットナウ、またしてもイージスへ。ただここにビンがやってくる。これ以上の増援はないはずですが、イージスゲーム20分で4回シャットダウン取ってますか。すごいですね。これは下がれそうか。最初の2回を私もこう立て続けにこのタイミングでもイージスにしかゴールドが集まっていないというのはちょっと厳しいですね。素晴らしいプレーをしているだけで、まあ、集まるのは納得はできますが、ちょっと分散はしてほしかったですね。ですね。ただまあそこ考えていれば今反撃されてましたからね。ちょっとそういう余裕はないですよね。ないですね。さあ、ドラゴンの獲得は相手のリコールタイミング、ウェイが取っていきました。さあ、長い戦闘シーン、リプレイです。深く入ってきたところはザヤの羽から、あら、ここジョジョよく飛び込みましたね。飛び込みましたね。完全に潰れ役として相手を引きつけてというところで、ギーゴの寄りに間に合いましたから ね。
はまあリフトの特性を使いながらギーゴの寄りを待ってと。普通はギーゴ追いつけないですね。無理ですね。ただここから柔らかいミンに変わってシャオフが前に出てフロント役するんですが、もうすごいダメージ出るんですよね。まあ、あそこグレムさん近づけないですからね。かなりキル回収できたことによってゴールド差3000ほどでまで縮まってますね。縮まりましたね。おお、ただこのミンの霧の中に3名いるぞ。しっかりと引けてはいる。ギーゴは現在ボットレーン、シャオフーもボットレーンです。ただしテレポートがあるのはシャオフーのみ。イージスデスダンスまで完成しました。シータも2コア姿隠していますが、もう一つ右下のブッシュにコントロールワードが刺さっているのでかなり予測はできている。ロイヤルデバギバップ、これ状況どう見ますか？まあ、RNG が有利っていうところは依然変わってないですね。ただこうドラゴン最初の2サクレットが取ったことによって RNG がバロンを触らないとなかなかゲームを畳みづらい環境にもなっているので、チャンスはまだあるのかなっていう感じですね。ゴールドカードシャフ、ここは食らう判断。エバーフロストスネアは決まっていない。ギーゴ後ろから出てきたぞ。レベルは15、きっちりレンジを詰めてからダメージを与えていくが、ドーニングシャドウカバーが入ってなんと先にデッドしたのはギーゴ。ゲート展開しますが間に合わない。ダブルキル、なんとシャウフ。なんならテレポートがあるぞ。バロンに触っているのはロイヤルネバーギブアップ。イーズ横から見ているがすでにジョジョが捕まった状態。最後の抱擁からノップアップはからのカワモグリ。さらにはビンがイージスに CC を与えてチータンと離れ離れにするような立ち位置取らされている。よくから強勝を狙ったがミン、ここはフラッシュで避けた。最後の抱擁はミニオンにブリンクして下がっていきますが、その間にもシャウフ今回テレポートを使わずにボットを3打に変えていきました。ミンが追いかけ続ける。レベルはイーブン。下からはビン、スローが入ってワードブリンク、最後の抱擁をかわした。 Q は返しているんですが当たっていない。位置を見失ったか。ただ捜索隊だ、捜索隊が出ている。ああそして見つかった。強襲当たって強面撃、ゴードリンクは使って一瞬回復しますがダメージには耐えられません。まあ、マクロ的なところで見ると、まあ、ボトンスプリットに対してレッドが2人で潰しに行くところを狙ったんですが返されてしまったので、バロンが人数有利っていうところで RNG バロン始めたんですね。そこをレッドガリッツが無理やり止めに来たので、今度はボトンスプリットにまた切り替えてっていうところで瞬間瞬間のマクロハンドが見事ですね。バロンラッシュ、ソーラーフレア止めはしたがバロンのピットの中には入る。おこれはあウェイが取りました。バロン獲得、そのまま飲み込まれるように。ガラも瀕死の状況でしたがしっかりとフラッシュアウトして逃げ延びている。ゴールドカードを決めたが足が速いぞ。イグゾーストを使っても追いかけてくるか。あテレポート、これはビンがテレポート。ただイージスがエクスゲートを使って合流している。ゴールドカード決まった。スタンから距離を詰めていく。ただすぐさまスキップスラッシュで逃げていく。ビンと合流2対2。レベル差かなり広がっている。エバーフロスは届いていません。ここで下がっていくでしょうか。他のメンバーはバロンリコールからすでに戦線に復帰してきています。ロイヤルネバーギブアップ落ち着きはしますが、バロン獲得はロイヤルネバギブアップ。先ほどのボットシーンのリプレイです。まあ、ここはこのシャウフ放置してると対面に敵がいてもこうタワーをどんどん取られてしまうので狙うしかないと。でここ早めのアルティメットに関しては最悪自分が落ちても最大限ダメージ出しておこうというところでの判断だったのかなと思いますね。そうですね。ただまあセナのアルティメットの援助をもらいながら返していきましたね。いやー、針仕事届いてしまった。チョキ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 針仕事、ドットで落ちた。イージスデッドソロキルシャオフ、そしてボットレーンではミンのエンゲージからでしょうか。ダブルキル獲得アウェイ。そしてここに入っていくミンのオートアタック届いているぞ。相当スタック溜まっている。ラピッドはキャノンもありますがフェザーストームからのブレードコーラーは食らわないように立ち位置取っています。これボットサイドでもアレンジ強気に来ているので、トップのシャオフ止める余裕がないですね。ないですね。
サイドレーンのインヒビターが取られていきそうですが、どうだシャオフ、ここは下がるか。いや下がらない、下がりました。さすがにでしたね。今一連の流れの中でミンがしれっと相手のレッドバフ取ってましたね。そうですか、ボット掘りに行ってもよかったんじゃないかなっていうシーンでしたが、はい、いやーワークション返せるところはいくつかあったんですが、やはりこうドラゴンスタック3つ目から許してもらえないんですね。やっぱりそうですね、多いですよね。実際2つ目までは取らせるけれども、3つ目までにこっちはヘラルドでゴールド差を作っていて触らせないみたいな。 FM を得意としているスタイルですよね、はい、やっぱりファーストヘラルドの価値がすごく高いので、それを最優先にまずはスノーボールする、集団戦で負けない状態を作ると。さあバロンはもう消えますが、バロンパワープレイは5000ゴールドを超えました。十分でしょう。一時は詰まったかに見えた差も気づいてみればもう1万ゴールドを超えて1万3000と広がっている。レベル差もそうですね。なんとかチータンがウェーブプリをしますが、ミンのオートアタックが痛い。あー、そしてコラテラルダメージデッドしましたチータン。ラピッドファイヤーがあるのでセナの特性も含めて凄まじい距離からオートアタック入れてきますね。ちょっとフェザーストーンも使う隙がなかったですね。ダメージ計算も難しかった。あ、そして3名でゾーニング、ミンはタワーを叩いてはいますが、ちょっとエンドを見るのか一瞬怖かったですが、さすがにですね、ミッドインヒビターからです。チータンデスタイマー10秒、シャフがトップに向かいます。4人でプレッシャーをかけて、その間にシャフ相当今離れてますよ。グラガサムケンがいるのでディセンゲージかなり強いんですよね。さあチータン戻ってきた、ゴールドカードのタイミング、おごりを使ったらソーラーフレアですが丸のみガラが助ける。そして反転か、たまに届けた、味見が届いた、テレポートテレポートテレポート、シャオフが戻ってくる。タワーが割れた瞬間に針仕事を出しながら最前線、シャオフチータン一瞬でアルティメット切らされた。ドーニングシャドウとコラダルダメージがぶっ飛んできてベースの中でチータンデッド。なんとかシャオフ捕まえたが、キーゴダメージを出す時間を与えてもらえません。ここでもう一度前に出ますが、シャオフ聖なる霧を展開しながら後ろに下がっていく。あー、そして最後はミンの、いやこれはミンの球が届いてキルになりました。残っているのは3名、どうしようもないか。ネクサスタワーはもう割れている。ベースの中生き残ることしかできない。ミニオンたちがじわじわとネクサスを削っていく。ダイブはあるのか、どうするのか、ちょっと見ていますが、その前にネクサスが破壊されました。勝利したのはロイヤルネバーギブアップとなりました。これどうなんですかね、トゥイステッドウェイトに対してのミッドグウェン。まあ1対1は圧倒的、ただ1対1で抑え込めるのであれば、はい、ありですよね。しかもガンクが食らいにくい、にくいですね。そしてグウェンは後半サイドレーンでかなり強い。あとは、まあ、早い時間であっても2対2は比較的強い部類に入るので、こう相手がガンクで潰しに来ようとしてもこちらもジャングル合わせられるのであれば弱点にもなかなかなりえないと。あと、まあ、そのプレイヤーのレベルによってまた変わってくるとは思うんですが、グエンがこれでテレポート持てるんですよね。そうですね、テレポート持った状態で勝てるレーンであると。どう見るべきでしょうね、まあ、今日の2試合だけで判断するのではかなりありなピックに見えましたね。今後、まあ、特にランブルステージでどうなるかですよね。そうですね、これがその上位6チームが生き残ったその熾烈な争いの中でもこれが通用するのかどうかですよ。これがもう警戒しなければ、まあ、単純にトップでも今ティア高いですから、高いですね。フレックスも込みでこう TF 対策にもなるってなると、警戒しなければいけないってなった時に RNG に対するバフが本当にないんですよ。いやでも準備できますか。何の準備ですか。
グエンですね、ミッドグエン。あ、他のチームがですか、はい、いやなかなかできないと思いますよ。キャップスがなんでできるのかちょっと分かんないですけど、うん、シャオフはまあ納得感あるじゃないですか、もともとトップっていうところでチャンピオンプールにも入ってましたし、今イージスでしたかね、涙を流していたのは悔しそうな表情でしたね。ただまあ本当に要所要所でこう逆転を狙っていこうという姿勢、あとは、まあ、イージスのリーシンのフィジカルの高さすごかったですね。あれがなければもっと早くゲーム畳まれていってもおかしくなかったですよ。そうですね、うん、ここは一つ見せましたね。この試合でのイージスのリーシンは本当にワールドクラスでしたね。いやただこれが、まあ、レッドカニッツとしてはこの MSI における最後の試合になってしまったということになりました。ここは勝てていればまだ望みがあっただけに、まあ、より悔しいと。そうですね、一度は勝っている BSG とのこうタイブレイクでしたからね。これでロイヤルネバーギブアップも無敗ですか、グループステージ。こうなると、まあ、グループ A に関しては、はい、T1 も今のところ全勝なんですが、まあ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 、まあ、我らが DFM との試合があるので、で、まあ、そこで1敗がつくと。なので、まあ、全グループ1位が全勝だったねっていう未来はないんですよね。何がおかしいんですか。いや。やっぱいいなと思っているでも本当に T1 戦応援していきたいですね。そうですね、楽しみですね。まあこのゲームの中でも一番不可解だったのがでもそのこのトップのなんかそんなに苦にしてないんですよね。まだここでね WA 込みつつレベル5になって、あ取れるなっていうことだったんですかね。このダメージ見た瞬間にもうキルラインって判断してますよね。ここもトップサイドのアクションがあったのでドラゴン取りたいっていうところだったんですが、そうですね、したかったんですが、まあ、そこもしっかりと理解した上でカウンターして、この時間帯ってグエン強くないはずなんですけど、やっぱり通行からの集団戦が本筋なはずなんですけど、だ影響力がすごいんですよね。いやここもね逃げてるのかなと思ったら追い込んでいって倒し切りましたからね。まあ、本当に瞬間的な切り替えだと思います、ね、逃げるのがベースだったと思うんですが、これもチータンどうしようもないですね、はい、ですかこのダメージ。反応する隙を与えてもらえなかったですね。手前にワードがあっただけに予想もしづらかったでしょうか。横から入ってきましたかね。さあここのカウンターはレッド本当に良かったですね。何よりもこのイージス左に見せかけてすぐさまウェイにフォーカスを切り替えると。でこのやっぱり確かに本当ですね、見てるんですよ、ビン切る確定っていうところでビンもう1キル狙ってましたね。いやこれはやっぱりグーエンそう出すと止めづらいですね。なんかもうこのシーンこうなりそうな気がしてましたからね。ダリウスがいなくなってしまったらもう TF としてはどうしようもないですね。まあ、クレーンはちょっとダメージもそうですけどサステインが高すぎますね。真っ向から返り討ちしてますからね、まあ、アイテムもそう本人のスキルもそうっていうところでサステインが本当に高いですからね。このアングルでこのハサミ見せられるとちょっと怖いですね。やはり強いですね。まあ、この試合を見ても個人的に本当に楽しみになったのがやっぱりビンとゼウスのトップマッチアップ。どちらも異次元のフィジカルを持ってるんですよ。まあ、ドラフトをまあ、ただどちらのチームも全てのリソースをねトップに捧ぐみたいなチームじゃないの で、 そうです、ね、ここだけの番じゃないじゃないですか。ドラフトがやっぱりそこがどういうぶつかりをするか今から本当に楽しみですね。楽しみですね。
さあそれではこれにて本日の、スケジュールですね、グループステージ Day5 の、試合にて全て終了となりました、本日の結果まずは見ていきたいと思います。こちらです。まずこちらの、グループの順位結果ですね、先ほど、再戦を終えましたロイヤルネバーギブアップが、グループ1位で、通過確定無敗ということになりました。そして続いて PSG タロンが2位抜けと。 PSG は本当に序盤でどうなるのかなって不安にもなったんですが、しっかりと調子戻してきましたね。さあそして続いてグループ C ですね、先にお送りした6試合の結果をもちまして、勝ち抜けが、まあ、こちらはクアドラ、クアドラプルラウンドロビンですので、8試合行っているんですが、 G2 スポーツがそれを無敗で通過を追う形でイビルジーニアスと。このグループはやっぱり G2 が圧倒的でしたよね。圧倒的でしたね。2位通過ではあるんですが1勝も取れませんでしたから、まあ、イージーボーこう徐々に G2 に対してはこう競った試合というのが増えてはきましたが、最終的に1本も取れませんでしたからね。さあこちら G2 とイビルジーニアス NEU が、続いてランブルステージ進出確定となりました。そして明日です。明日がこのグループステージの最後の日になります。 MSI2022 グループステージ Day6 の模様、明日は5月15日15時からです。皆様15時からお送りいたします。こちらグループ A のみの試合となりまして、6試合を行った後にタイブレークが発生した場合は、ゲーム6の後行われる予定となっております。こちら、まあ、FM としては初戦から T1 かなり消耗する試合になるだろうなと。そうですね、というところはありますね。あとはやはり最後のバッファローとの一戦というのが最重要、そうですね、鍵を握っているという中で、 T1 戦で勝利がつかめていればまた話は変わってくるんですが、まあ、ここは一つまあぶつかっていって、やはり有力優勝候補というところにどこまで戦えるのかというところが実際勝負になってきますから。そうですね、その上で最後のバッファロー戦までやはり集中力を切らしてはいけない、まあ、全試合そうなんですが、はい、ここですね。まあ、前回の試合を踏まえてどう修正してきているのか、あとメタもやっぱりちょっとずつ釣り替わってこう固まってきたというところもあるので、それにどう FM らしさでこうアジャストフィットしているかですね。そしてチームメイトとの対決ももちろん勝っていかなければと。そうですね、本当に大変な一日になりますね明日は。そうですね、まあ、1勝2敗というところで終えてはいますから、まあ、しっかりと勝って、1位通過2位通過といったところ、ランブステージ突破、グループステージ突破でランブステージ進出というところを向けて、デルドシャフォーカスに全力で戦っていきますので、我々も全力で応援していきましょう。応援していきましょう。明日ちょっとね早い時間帯ではありますが、1試合目が15時ですから16時ぐらいからですかね、T1 戦が行われるということになりますので、皆様ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。お願いします。さあそして、その応援といったところでいきますと、本当にねたくさんの、応援ボードいただいておりますが、引き続きツイッターでは、応援ボードの募集を行っております。ハッシュタグ DFMIN をつけて、メッセージの方選手の皆様にぜひ届けていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは本日長丁場でしたね。長かったですね。はい、23時半を回ったというところでしたが、本当にね皆様長時間ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。では明日の15時からとなります。また明日の15時にお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。